言いそうなりそう。挨拶した後黙る。こんばんは。こんばんは。手が出ないでした。手が出ない。手が出ます。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ご覧いただきありがとうございます。お続々とありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。聞こえてますか？絶対やる。聞こえてますか？聞こえてたら教えてください。教えてください。あ、10人いったら始めようと思ったらもう10人に。あ、こんばんは。ジュンジュさん、こんばんは。ジュンジュさん、こんばんは。もう14人、20人いったら始める？あ、聞こえてます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、始めんの。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。聞こえます。ありがとうございます。みなさん、聞こえます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、はい、本日のインスタライブを始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私からでいいですか？あ、私やった。はい、こんばんは。久しぶりの本社アカウントでのインスタライブ出演になります。赤ドール直営サロンマネージャーの駒谷です。イエイ。はい、と私、企画の藤井です。よろしくお願いします。はい、新宿サロンの吉野です。お願いします。はい、お願いします。あ、こんばんは。無事に聞こえてます。ありがとうございます。はい、で、今日は何しますか？はい、今日はですね、駒谷マネージャー VS 私で対決なんですけど、ポニーテールリングのアレンジ対決を行います。イエイ。まあ、とは言っても、はい、アレンジを、もう私たちの対決なんですけど、アレンジは新宿サロンの吉野さんがやってくれますので、はい、はい、早速やってみます。やってもらいましょうかね。はい、はい、アレンジを。で、今日はね、あれもあるんですよね。そうなんです。今日は実は皆さんお待ちかねプレゼント企画があるんです。ちょっとチラ見せ、チラ見せ。このポニーテールリングを視聴者様にプレゼントさせて、はい、いただくんですけれども、ライブ中に合言葉を2回発表するので、その合言葉2つとも必要になってきます。それが応募条件になりますので、ぜひ最初から、今から、最後まで聞いていただけたら嬉しいです。あ、プレゼント楽しみにしてました。ありがとうございます。ちょっと早速、はい、下準備を私たち、もうちょっとあんまり横向かないように気をつけないと。下準備してもらったので、はい、早速ちょっと私から吉野さんにこの謎のポニーテールリングをちょっと、はい、はい、つけてください。はい、お願いします。よいしょ。白見えてます？ちょっと角度言って。あ、見えてます。もうちょっとこっちよりですね。こっちこう。あ、私、あの、体自体がそうですね。え、全然理解できてないぞ。こっちに来てほしいです。はい、こういい感じです。あ、いい感じです。私、どけますね。あ、いいですか？はい、ごめんなさいね。よし、じゃあちょっとつけていきます。一応はい、どうぞ。あらかじめ、あの、お団子状に髪の毛をまとめてます。そこに引っ掛けます。よいしょ、こんな感じで引っ掛けていきます。はい、ここからまだまだ可愛くなるので、ここからさらに可愛くなるので、はい、最後まで見てくださいね。はい、お願いします。ここからでございます。じゃあちょっと吉野さんにアレンジをしてもらっている間に、はい、今日は対決ということで、負けた方にはなんとなんと罰ゲームが罰ゲームが待っております。その罰ゲームは何でしょうか？罰ゲームは、まあ、ちょっとね、この場面をお見せすることはできないんですけど、あの、意外とこのライブするとき散らかってるんですよ、この辺。意外と散らかってるの で、ね、はい、まずは一人で、負けた人はここの片付け、はい、後片付けを一人でしてもらって、はい、勝った人と吉野さんは、あの、先に帰ります。一人で片付ける。で、もう一つですね、罰ゲームがありまして、この後インスタライブが終わってすぐですね、あの、負けた方は一人で TikTok の方で
TikTok ライブですね。一人で TikTok ライブで反省会を一人で負けた方にはやってもらおうと思うので、はい、やってもらおうと思うのでっていうのがもう勝つ気満々、今日始まる前からもう結構もう昼ぐらいから私が負けると思って、はい、結構圧をかけられて、結構圧をかけてますが、まあ公平にね、公平に、はい、視聴者さんの皆様 の、 投票で勝敗決まるので、はい、ぜひ私に投票していただけると公平にって言ったのに純粋に可愛い真似したいと思った方に投票を最後にしていただければと思います。あ、はい、TikTok のアカウントありがとうございます、フォローしてください。今日さっきストーリーの方にTikTok ライブ、 TikTok の、 アカウントの URL ちょっと貼ってるので、ぜひそちらから飛んでいただければと思います。そうこうしてるうちにちょっと私のアレンジが進んでる、かわいい、進んでます、はい、進んでおりますので、はい、ちょっと今日は別々に、まあ、こういうテーマでアレンジをしてもらってるよっていうのがあるので、はい、私のテーマを、はい、先に発表しちゃいます。はい、ちょっと吉野さん動きます。あ、はい、あ、大丈夫です。了解です、ありがとうございます。私のテーマはじゃじゃん、こちら、絶対ファンサービスがもらえる推しのライブにおすすめアレンジです。イエーイ、はい、推しのライブに行って見てもらえるというアレンジをいらっしゃるんじゃないですかね、マネージャーが、はい、誰を好きなのか、誰を好きなのか知ってる方いらっしゃるかもしれないですね。知ってる方は内緒で書いてもいいですけど想像してはい、楽しみにしてお待ちください、はい、あ、それ必要です。キャーライブの予定あるから楽しみ、あ、ぜひもうほんまに真似していただきたいので、推しのライブ、推しね、推しカラーなんてものがあるじゃないですか、まだ内緒ですけど推しカラーっていうものがあるので推しカラーのね、ちょっとふんだんに使ったアレンジを考えてやってもらってますので楽しみにしててください。ちょっと吉野さんこれ後ろに、あ、はい、手すきで、あ、いけます。ちょっとこれを見えるところに貼ってみてもらえますか。めちゃくちゃ可愛いですよ。そう、もうすでに可愛い。こんばんは。こんばんは。あ、まだ合言葉発表してないので、ぜひぜひ、はい、このまま見ていってください。はい、このポニーテールリングがもらえるかも。ですかもです。はい、でアレンジしてもらってる間にちょっと商品の説明をそうですねお願いいたします。iPad を iPad を iPad でしょうか。iPad をはいはい、ポニーテールリングってなんぞやというああ方がいらっしゃるかなと思うんですけれども、これリングになっていて、こう開けられるようになってるんですね。このリングを、地毛とかウィッグでも大丈夫なんですけど、お団子を作っていただいて、そこに引っ掛けて使うタイプですね。だから地毛が短い方でもポニーテールを楽しめるっていう商品です。ポニーテールリング可愛いですよね。ありがとうございます。今ね、ちょっとまだ振り向けないんですけど、後ろはもっと可愛くなってるはずです。めちゃくちゃ可愛いです。完成まで見てください。はい、そうです。でですね、よいしょ、タイプがリングがちょうどかぶっちゃってタイプがストレートタイプとカールタイプっていうものがございまして、マネージャーがカールタイプのもので、私がストレートタイプで今日は、アレンジを見ていただこうと思っております。でタイプも選べて、でカラーも結構豊富に揃えていて、単色とミックスっていう、いろんなっていうか2色をこうミックス、毛の色をミックスさせた、カラーっていうのも今回初めて、この商品で、カラー展開が増えまして、あと、こっちですね、グラデーション、カールタイプにはグラデーションがあって、こちらもすごく人気となっております。でこのセンターリングは2つ付属って書いてあるんですけど、あ、これは違いました違いましたあ、グラデーションかわいい、ありがとうございます。グラデーションね、おしゃれですよね。ありがとうございます。センターリングが地毛短いのでつけてみたいです。
ロン毛の人もつけていいの？もちろんです。もちろんです。お団子にすれば。そうですね、地毛お団子。あのこの引っ掛けるところさえ作れればもうどなたでも使える商品になってます。でこの真ん中のリングが透明と指輪みたいな透明とあのシルバーで2つついていて、もともと2つついてるのであのお好きな方を使っていただける商品になってます。すごいおしゃれ、ありがとうございます。もう本当最先端のおしゃれですね。最先端のおしゃれです。結構最先端ご好評いただいててね、人気で欠品してる色とかもあるので、はい、そうなんです、売り切れが出てきてるカラーとかも結構あるので本当に今注目されている商品です。リングがシルバーのと透明の、透明のタイプがあって、はい、付属してるんですね、もともと。はい、どっちも付属してるので、今日はシルバーで楽しみたいなとか今日は透明で楽しみたいなとか、もう全然好きに、うん、グラデーション可愛いですねって言ってくださってる。ありがとうございます。グラデーションすごく可愛いですよね。ピンク以外もありますよね。はい、ピンクと、ホワイトベージュとシルバーグレージュだったかな、シルバーの色3色あって、一応その3色の中で人気なのはシルバーですね。シルバーグレージュのカラーが一応人気のカラーにはなってます。はいはい、大丈夫ですか？なんかあ、できた？できました。できちゃった？できちゃった。できちゃった。色おしゃれ。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。かわいい。ツインテールみたいに2つ使ってみてもおしゃれそうですね。そうなんです。じゃあ私ら見せしたいけど、こちら見せ先に行きますか。あ、そうですね、合言葉。はい、合言葉。あ、楽しみ。そう、ちょっとまだお見せできなくって最後にちょっと一番最後に同時にお見せしますね、はい、なので先に1個目の、ちょ今日はあの応募の合言葉が2つ必要なので、一つ目の合言葉を発表しちゃいます。ダダダン、合言葉その1、ポニテリングでファンサゲット。イエー、スクショしてください。応募に必要なのでスクショタイムです。大事です。ちょっと視聴者さんが24名なので、ちょっと特別に後ろに貼っちゃいましょうか。これそうです、ね、ちょっとしばらく貼っちゃいますね。ポニテリングでファンサゲット。はい、合言葉その2も後で言うので2つ必要になります。はい、あ、見えます。見えますか？1つ目の合言葉、ポニテリングでファンサーゲットで、ポニテリング的な名前で、ポニテリング的な名前で。ありがとうございます。ちょっと笑ってよだれでしょ。ファンサー欲しい。ポニテリングってなっててもOK にします。ポニテリング OK、 セーフにします。ファンサ欲しい。いや、ファンサ欲しいですよね。ファンサもらえるアレンジを今やってるんですけど、ちょっと振り向くまでにもう少しお時間をくださいませ。あ、かわいい。いいな、本当にかわいい。私も早く見たいけど、ちょっと待って。じゃあ藤井さんの方のアレンジに取り掛かってもらおうかな。はい、はい、ファンサ絶対もらいたいよ、本当に。皆さんちょっと共感を得てるから、これ私勝てるわ。早い共感を得てる。はい、で、なんか、いや、でも私もまだまだ負けてられませんので。はい、じゃあちょっと装着をしてもらおうかな。はい、くるくるくる。これでいいですか？後ろ見えちゃうんですか？大丈夫です。いいですか？はい、はい、さっきと同じで、はい、こうですね。リング、なんと、なんていうんだっけ、これ。こういうの、なんか文房具屋さんとかでも売ってますよね。売ってます。これなんていうんだっけ。カラビナ？あー、そんな感じ。カラビナみたいなことですね。カラビナで合ってますか？みたいな感じです、はい。装着できました。装着できました。はい、ストレートタイプです。藤井さんは、はい、あ、カラビナって言ってくださってます。合ってました。カラビナです。はい、ここからさらに、はい、ちょっと今見せておきましょうか。もうちょっと。はい。はい、今こんな感じなんですけど、ここからさらにちょっと今から可愛くなりますので。はい。はい、OK です。すごーって、ありがとうございます。いや、ほんまになんかもうイベントとかにね、ぜひ使っていただきたいですよね。そうです。さっきなんかあの2つつけても可愛いかもって言ってたんですけど、ちょっとチラ見せしちゃいますね。チラ見せ。
あのアクアドールでドーリストさんモニターさんやってくださっている妹子様という方がですね、ちょっと遠いかもしれないんですけど、すいません、かわいい2つつけてツインテールで、あの三つ編み、ストレートループを三つ編みにして着用してくださっているんですけれども、すっごくおしゃれで、おしゃれ、あの本当におしゃれで、ね、これもぜひぜひ真似していただきたいですね。なんか今やとね、ハロウィンも近いし、ちょっと USJ とかね、そうなんです、ハロウィン、ハロウィンに、ハロウィンに、ぜひぜひうちの可愛すぎるスタッフが、いやー、かわいい。本人に見せるねって言ってないですチャイナにお団子で、そうです、チャイナにお団子してツインテールでポニーテールリングを使ってる写真になります。めちゃくちゃ可愛いです。めちゃくちゃ可愛い、すっごく可愛い。なんかこういうのをぜひぜひ真似して、まあ、チャイナじゃなくチャイナのコスプレじゃなくてもなんかのコスプレとかで一緒に合わせていただくと結構個性的なコスプレで楽しめるんじゃないかなと思います。はいはい、はい、私締めた。そうですね、テーマをそろそろ発表する。そうですね、私のテーマは絶対ファンサービスがもらえる推しのライブにおすすめアレンジなんですけど、藤井さんのテーマは結婚式のお呼ばれ部屋に個性派おしゃれウィッグをきれいめに仕上げよう。イエーイ、イエーイ。そうね、なんかちょっとこうリングやし個性的というかね、今までなかった感じなので個性派アレンジに見えるんですけど、そこをちょっときれいめに、あ、はいはい、お願いします。ちょっときれいめにね仕上げて、はい、そう、今なんか若かったらやりたかったですって来たんですけど、その大人でもいけるアレンジに彼女は仕上げるそうなので、はい、まあ、仕上げてくれてるのは吉野さんなんですけどを考えたみたいなので簡単そうでいいですね。いや本当に本当にそうです。お団子作って引っ掛けるだけなんでめっちゃ簡単ですね、つけるのは、はい、簡単やけど、なんかこういう風に美容室とかね持って行って、うん、セットサロンとかでねこうやってアレンジしてもらったらなんかワンランク上のおしゃれな感じにもなりますし、綺麗めきになります。今日のアレンジとかをあのぜひスクショしていただいたりして、美容室とかに行ってこれ真似したいですとか言っていただけるといいこと言うね。本当ですかいいこと言うね。いやいや、ほんまに綺麗め気になります。ありがとうございます。進んでますね。どうですか、はい、ええ、かわいい、かわいいよ。もう私たちあのライブ始まる前に浮かれてて、もうねこう、こんな可愛くすでにセットしてもらったのでパーティー、何て言ったっけ、パーティー、パーティー行こうやって言ってました。パーティー行こうや、今日終わったら、だって崩すのせっかくアレンジしてもらいないんでちょっと一緒に今日終わったらパーティー行こうやって誘ってたんですよ。初めて言われました。美容師さんに認知されたらバズりそうですね。え、本当に、いや本当ですよ ね、なんか美容室とかに もはや置いてほしいというか、本当です ね、なんか成人式とかね流行ってほしい、うんうん、ちょくちょく。そうですね、この間の成人式とかもいらっしゃいましたね、うん、インスタとかでね結構見ます ね、なんで白いマント着てるんですか、いい質問来ましたね。いい質問来ましたね。これはテーマに沿った衣装を着ているからです。今日は特別にそう、さっきからさこの首のところからさちょっとチラチラ見えそうで不安やねん。ちょっと締めといて大丈夫です。クロスとリング、うん、はい、はい、ありがとうございます。そう、あ、大丈夫です。最後のお披露目タイムにタンって脱ぐんで最後まで見てください。インパクトすごいですよ。こちらこちら衣装はサプライズなので、あ、そうなんです、衣装サプライズなんです。衣装も込みで最後に見ていただきたいですね。はい、お願いします。可愛いアレンジを。ファンさんもらえる衣装ってことですか。ファンさんもらえる衣装ってことです。ファンさ、はい、そういうことか。そういうことなんです。そういうことなんです。そういうことなんです。はあ、このクロス巻いてると喋ってるとなんかすごい汗かいてきた。私イベントのために髪伸ばすの大変ですもんね。いや、ほんとそうですよね。そうですね、
本当に、まあ、こういうのがあると。私もあの実は髪の毛このくらいなんですよ。今日ちょうど切って肩上くらいなんですね、髪の毛が。なんですけどこんな風にちょっとまだ見せられない長くね、ポニーテーリングを楽しめるので、本当にあの髪の毛短い方にもぜひぜひおすすめしたいです。どうですか？かわいい、かわいいよ、かわいい。はい、楽しみすぎて目が離せませんね。ありがとうございます。かわいい、かわいい。でもあのこう見えてあの勝負してる。あ、そうそうそう、勝負してる、勝負してる。高校生とかも体育祭とかで目立ちたい。あ、いいですね、いいですね、欲しかった。私が高校生の時に、うん、こんな可愛くしたかったですよね。絶対つけてたわ私、高校生やったら。体育祭とかのちょっとルーズソックスとか履いたもん。そうですね。発表会の時とかもぜひぜひ、ね、確かに。なんかお団子をちっちゃくとっても通せるから、ちっちゃい子供さんとかの発表会とかで、ダンスの発表会とか絶対買う。そうなんです、そういうところでぜひ使っていただきたい。高校の時にあったのが学祭で使えなかった。いや本当そうですね、できちゃいましたよ。でも大人になってもあの可愛くおしゃれに使えるよっていうことをぜひぜひ今日は見ていただきたいです。今見始めました、すみません。差し支えなければもう一回企画趣旨教えてください。ありがとうございます、はい、ございます。本日はですね、駒谷マネージャー VS 藤井でポニーテーリングのアレンジ対決をしております。はい、あのポニーテーリングっていうのは髪の毛、お団子にリングを引っ掛けてポニーテールにするっていう、まあ、ちょっと後で振り向いてからのお楽しみなんですけど、はい、ポニーテールを楽しむっていう商品ですね。個々それぞれにテーマを考えまして、私は絶対ファンサービスがもらえるライブにおすすめ、推しのライブにおすすめアレンジをしました。そして、はい、私は結婚式のお呼ばれ部屋に個性派おしゃれウィッグをきれいめに仕上げようです。はい、吉野さんが。で、合言葉2つ言うので、その2つを使って、ご応募いただければ、はい、DM いただければ、今使ってるポニーテーリングの商品を5名様にプレゼントさせていただきます。で、ので最後まで見てください、はい、というのと、まあ、私たちの勝負に投票していただければ、はい、はい、罰ゲーム、負けた方は罰ゲームしますので罰ゲームも見どころなので、ね、はい、投票参加してください。お願いします。ちょっとアレンジ終わったみたいなんで、はい、お披露目タイムいっちゃいますか。何も説明することない、ね、合言葉はまだですね。合言葉はまだですね、はい、もう商品説明することないですか。皆さん商品に関するご質問ないですか。ないですか。ないですか。でも商品説明終了。そうですね。なんかまだやれよという圧を感じちゃう。圧じゃ、いいですね。圧じゃ、なんかいっぱい用意してたからちゃんと言えたかなっていう優しさ。優しさよこれは。あのこの感じですね。あのリング、あ、見てると。リングをカスタマイズできる感じになってまして。もともとこういう感じで使える商品なんですけど、ここの上の部分が下の部分こう取れるようになってるんですね。こんな感じでよいしょ、全部あーさようならしちゃいました。であのもう一個透明のタイプが付属しているんですけど、じゃあ今日は透明にしたいなって時とかはこう透明でこんな感じで使っていただいたりとか、なんか雑貨屋さんとかでこういう、これは別行のタイプなんですけど、別行のタイプとかをやりたいなって思ったら、そこで個性を出せますね、リングで。そうなんです、こんな感じで別行タイプにしたりしてもすごく可愛いですね。可愛い、ね、そこでなんか友達とお空に来てなんか違うのに変えたりとか、それこそ私やったら推しカラーのリングを入れてみたりとか。そうですね、まあ今日はしてないですけどね、推し色のリングを
入れてみたりとか。あ、もうバレてるよ、藤井さんの別校だと思って気になってましたって。あ、本当ですか。そして藤井さんと知ってくださってて、ありがとうございます。嬉しいです、いつも見ていただいてるんですかね。毛の長さはどのくらいですか。ポニーテルリングのですかね。あ、ポニーテルリングの毛の長さですかね、多分。ポニーテルリングの毛の長さですか。ちょっとじゃあ、ね、ストレートとカールとでまた長さが違うんで。そうなんです、長さが違くって、カールタイプの方が短くって、ストレートタイプの方が長いんですね。べっ甲柄のやつかわいい。そう、かわいいですよね。なんかね、私の家にいろいろあったやつが持ってきていろいろはめてみたんですけど、べっ甲がなんか一番ぴったりかわいかった気がします。ちょっとすいません、反転してしまってるかなと思うんですけど、カールが29 カールタイプが、29センチで、ストレートタイプが42センチになってます。はい、じゃあそろそろお披露目しちゃう。お披露目しちゃう。私からお披露目、お披露目しちゃうかな。じゃじゃん、めちゃくちゃ可愛いです、本当に。緊張する、ちょっと待って、ちょっと待って。いいですか。緊張の瞬間です、はいはい、後ろオープンです。オープン。ちょっとファッション、あ、かわいい。かわいい。皆さん注目です。いきますよ。あ、かわいい。見えてる。え、めっちゃ見てる。見えてます、見えてます。いい感じ。いい感じです。こ、あっち向いた方がいいかもしれないです。こっち側に。かわいい。 あ、そうですね。あ、いい感じ。かわいい。皆さん、皆さんのスクショタイムです。スクショタイム、スクショお願いします。このアレンジのポイントが、ちょっと、はい、私の依頼はあの、まあ、見てわかるように、かわいい、あ、面からイエロー、それです。そう、面からイエローなんですよ。あの、面からイエローでいつもこういう感じで、あの、黄色のワンピースとか着ていくんですね、まあ、全身黄色で、いい、あの、前からこう推しの目に入った時にですね、あ、俺のファンやっていうのを分かっていただくために、あの、黄色にしてるんで、今日一テンションで買ってます。そう、黄色のリボンを混ぜてもらいましてですね、はい、ポニーテールリング、あの、そう、あの、ここでツインテールとかにして黄色を入れることも考えましたけれども、やっぱりあのライブは みんなで楽しむものなので、ちょっとやっぱ周囲の方にご迷惑になってしまってはやっぱり本末転倒なんで、いやいやいやこれ前に持ってこれるから、自分もテンション、だから写真とか撮るときですよ、こう前に持ってきて撮ったり、まあ、後ろの人にこう、私黄色のファンやぞっていうのをちょっと見せつつ、はい、え、かわいい、かわいい。めっちゃ、全くこのまま保管しましょう。全く髪型、髪型違う、コメント読んでないけど。あ、揺れるの最高です。そうですよね。かわいい、かわいい。推しがイエローなんですね。そうなんです、いつもね、こんな感じで黄色で、待って、かわいすぎ、かわいい。小松谷さん、かわいい。そうなんです、こういう感じで、しっかり打ち合まで、こういう感じで、かわいい。なんか、よしのさん、ポイントは他にありますか、レンジの。ポイントは、あの、ちょっとカールのやつを使ったので、こう、ちょっとほぐした時に、すごいボリュームが出て可愛くなるかなと思って、ちょっとほぐしてみたりとかしました。で、この、まあ、裾がちょっとクリッとなってるのがまたポイントなのかなと思います。え、かわいい、そんな感じか。ほんまや、はい、そう、カールなので、そうなんです、カールのライトかなと思って、ちょっとあの、フルニンパしてみたりとか、かちょっとふわふわっとアレンジしてみました。かわいすぎないですか。かわいすぎないですか。はい、どうぞ。かわいい。あ、こういう感じでやってもらってですね。こういう感じで、こういう感じで言ってもらって、テンションが上がってます。これはもうね、みんな真似してほしい、ほんまに真似してほしい。真似して、ね、推しのカラーで真似してください。ちゃんと周りへの色違いとか、みんなでやったり。そうですね、なんか見えるの、マナー守れる、褒めていただける。はい、かわいい、たま、たまりくん笑い。あ、吉野さん上手って。いや、ありがとうございます。すごい上手だ。うちは、たまちゃん。そう、アレンジの幅が無限大。本当にそうなんです。うん、ここはどこ。そう、このライブ会場かな。あ、ほんまに。え、こんな感じで。
はい、お披露目タイムでした。こちらは上のサロンでございます。ぜひあのこれを真似したいと思った方は私に投票してくださいね。お願いします。はい、じゃあ次は藤井さんのお披露目タイムです。こんな熱量熱いですもん今なんか熱をすごい感じません？なんか確かに推し活です。じゃーん。テーマは何でした？テーマは結婚式のお呼ばれ部屋に個性派おしゃれウィッグをきれいめに仕上げようです。かわいい。ほんまにちゃんときれいめになってるよ。ちょっと日本に見えてますか？見えてる。ちょっと後ろ、かわいい。ここをちょっとポイントを説明してください。はい、あ、しますか？はい。あ、どうぞどうぞ。あ、どうぞどうぞ。はい、そうですね。なんかね、リボンのこだわりが、あ、そうなんです。リボンがあのちょっと 2つのリボンを使いまして、うん、こうなんか最初は1種類のリボンにしようと思ってたんですけど、これ2つ重ねた方が可愛いんじゃないかなと思めて2つにして、でもやっぱお呼ばれなのであんまりすごい目立ってもダメじゃないですか、うんうんうん、でもやっぱあの配慮としておしゃれに行くっていうのもマナーの1つであるので、ちょっと控えめだけど可愛いみたいな。普通の、まあ、これなくても可愛いなと思うんですけど、ポニーテールリングがあることで、はい、さらにこうおしゃれ度増しません？こう目が増してるよ。増してるよ。めっちゃおしゃれじゃないですか。リングにちょっとこれここ見てほしい。このリングに巻いてあって、はい、リボンが見えるんかな？見えないです。あ、ここここここ、これここのリボンがね、リングに巻いてあるんですよ、はい。富士山見えないかもしれないですけど、こう巻いてなんか黒線やって、これがめっちゃ可愛い。やったー。めっちゃ綺麗めな感じの、ね、で、はい、別行にね、さっきも言っていただいたんですけど、真ん中を別行に変えてちょっとおしゃれ、リボンで綺麗めで、毛先はストレートみたいな、はい、このストレートぐらいもめっちゃ可愛くないですか？可愛いですね。可愛い、うんうんうん、でちょっとこう揺れるんですよ、こう歩くと。そう、いやいや、なんかおしゃれ。これはちょっと目立っちゃうんじゃない？目立っちゃうんじゃない？これは花嫁でも使いたい。本当ですよね。そうなんですよ。花嫁さんにもあのおすすめで、リボン重ね可愛いです。こんな感じで、そう、可愛い。撮影の時モデルさんでこんな感じで撮影してるんです。かわいい、ね、これなんか言ってくる。小さいお花とかパール散りばめても良さそうですね。そうなんです。そう、かわいい。見えないかな。なんか曇ってますね。曇ってますね。あ、曇らなくなった。こんな感じでリングのところにお花をつけたりとか、そういうので、うん、あの花嫁さんとかにも確かに使っていただけます。ちょっとリング隠しつつチラ見せみたいな感じ で、 そうで、そうで、長さめっちゃ出せますもんね、これ、はい。なんならリングを何個もつけたりしたらめっちゃ長さも出せるし、はい、そうなんです。もっと長くしたければここのリングを伸ばしたりとか、まあ、これ逆にもっと短い方がいいとかだったらカットも全然できちゃいますし、あのここを三つ編みにしていただいたりもできちゃいますし、ちょっと逆やった、逆こうしてもらってね、かわいい。本当にテレビショッピング見てるみたい。あ、藤井さん綺麗って。いやー、いやー、あ、いい勝負ですね。ありがとうございます。いや、いい勝負ですかね。皆さん、なんかお呼ばれ部屋とかってすごい悩む時ないですか？なんか私は結構あの友達の結婚式とか行く時にあのヘアアレンジどうしようかなって結構悩むんですよ。しなんかあの共通の友達とかが多かったりするとなんか同じヘアスタイルにはちょっとできないなとかあると思うんですけど、これとかだったら多分いろんなリング変えたりとかストレートとカールに交互に使ったりとか楽しみ方がもう本当に幅広いので、自分でするのは難しいなってコメントいただいたんですけど、なんか私思ったんですけどね、これ今はこうつけて吉野さんにやってもらったんですけど、これ外して見ながらやって後からつけることもできますよね。できます。それめっちゃ良くないですか、うん、これをなんかどっかにつけといてアレンジしてただ自分の髪をお団子にしてこれを引っ掛けたらこうなるんで、なんか私自分で前、私めっちゃ不器用なんですけど、なんかこんな感じで自分でこれつけてそのままこうリングをお団子に通すだけで使ったりとかもしました。
で、あのお宅の方は分かると思うんですけど、あのライブ3日とかあったら3日とも行くじゃないですか。で1日目にこう美容師さんにこれしてもらうじゃないですか。で負けじと1日目にこれしてもらって、で帰って外して、2日目3日目もう1回これつけたらできるんですよ。最高最高、イエーイ。お宅の方分かると思うんですけど、本当にしかも聞いてください、1980円です、この商品。1980円、コスパ最強じゃないですか。素晴らしい素晴らしい素晴らしい、確かにとか、なるほどとか皆さんすいません、吉野さんの説明タイムを奪ってしまった奪ってしまった、私らの熱量を奪っちゃったけど、なんか他にポイントありました、吉野さん大丈夫、私らもしゃべりすぎたまあでもなんかストレートなんで、ちょっとこうなんかボリューム、この上の方にちょっとボリューム持ってきて、そのストレートを生かすっていうのもいいのかなと思ったので、ちょっとこんな感じで可愛くできました。おいストレートはね、ちょっと生かしていきたいですよね、せっかくだから。確かにね、はい、確かに確かに、いや可愛すぎる。3日あったら3日行くのは常識ですね常識ですよね、常識ですよね。安い、5000円くらいかと思いました。安い、いくらやったっけ。1980円です。メールピンだったら送料も無料になりますね。あ、吉野さんさすがです。いや本当にありがとうございます。おしゃれな、もう私もプライベートでもあのやっていただきたい可愛すぎた。じゃあそろそろ皆さんもこれが欲しくなってきたと思うんで、はい、合言葉発表しますか。発表しますか、はい、じゃじゃんじゃじゃん、応募に必要な合言葉2つ目、お呼ばれヘアはポニテリングに決まり。イエイイエイ。次のね、お呼ばれが予定がある方、ぜひ絶対にこれでお願いします。きれいめに仕上げてきれいめに仕上げて、あのテンションお願いします。はい、上げていきましょう。ストレートのやつ、雨に濡れたら広がりますか。広がらないですね。ファイバーなので、そう、人工毛なので、はい、重くないですか。重くはないですね。なんかついてるなって感じ、結構揺れるんでなんかついてるなって感じはしますけど、うん、そうです。なんかこうなるとかはないです。全然重たくはないです、はい、はい。ちょっとこのリングがね、やっぱある分なんかついてるなって感じはするけど、そうですね。え、ここなんかついてるやん、私知らんかったんけど知らんかった。なんかヘアアクセサリーつけてもろてました、私知らんかった。かわいい。知らんかった、そうです、かわいい。ハロウィンはスクランブル交差点行くんですか。行きません。行かないです私はあの人の多いところがとっても苦手でしたライブは別ですよ。ライブはハロウィンだって大阪行きますもんね。あ、そうや、大阪や。ハロウィン大阪で過ごします。アレンジってほどくのも大変だし、これだったらリング外すだけでいいから。本当にその通りです。それです。しかもこれ外して保管もできるので、もうめちゃくちゃいいですよ。巻くの面倒いのでカールタイプがいいな。あ、そうですよねこうやってアレンジした時もやっぱり可愛いです。カールがついてると動きが出やすいので、こんな感じ。毎回結婚式アレンジで美容院行くの大変だったので、めっちゃ魅力的です。お値段もありがたすぎる。ぜひぜひ応募してください。応募してください、はい、私に投票を一票お願いします応募の方法をちょっと説明してもらおうかしら。そうですね、じゃあ応募方法を発表させていただきます。応募方法、ポニテリングが今欲しくなってる方々、応募方法をちょっと画面共有します。はい、抽選で5名様にこの今紹介したポニーテーリングをプレゼントさせていただきます。で、発表した2つの合言葉ですね、1個目が、はい、ちょっとかばしてもらってもいいですか、はい、1個目が、ポニーテーリングでファンサゲット、これが合言葉1個目で、2個目がお呼ばれヘアはポニーテーリングに決まりです。ポンデリングではないですよ。ポンデリングでもまあ大丈夫です。ポンデリングセーフ。セーフです。ポンデリングはセーフです。この2つの、合言葉を、今ライブをしているアクアドールの公式アカウントの方に、この DM に、送信をお願いします顔につけてます。いや抵抗したらさ
藤井さんにかぶっちゃうからっていう優しさよ。ありがとうございます。はい、はい、この2つの合言葉を、DM の方にお送りいただきたいです。で、応募の期限が10月23日の23時59分まで、あさっての、日付が変わるまで日曜日中に、DM の方に合言葉をお願いいたします。応募をしていただいた方の中から抽選で5名様にポニーテーリングをプレゼントさせていただきます。で、タイプとカラー、今、ストレートタイプとカールタイプと、あとカラーも結構豊富にあるんですけれども、在庫あるものの中から、お客様がお好きなものを、お選びいただけます。はい、 DM を送れない場合はどうすればいいですか？ DM 送れない、送れないことありますか？この間もあれですかね。いや、でもトラブルは解決、きっと送れるはずです。もし送れなかったら、サロンの方のアカウントに DM いただいても大丈夫です。そうですね、もしくはストーリー、今日更新してるストーリーの方に何か返事で DM 送れなかったですっていう旨をちょっと送っていただければと思います。そしたら私の方からお返事させていただきます。で、当選と落選の発表はですね、来週の、10月28日中にまでに、DM でこちらからご連絡させていただきます。まさかのブロック？ブロックはしてる方はいないので大丈夫、大丈夫はずなんですけど、なんかこの前ね、ちょっと不具合で DM 送れなかったことがあったみたいなんですけど、多分もう解消したんですけど、もし送れない場合、ちょっとストーリーのメッセージの方にちょっと連絡をいただけると嬉しいです。ブロックはしてないのでご安心ください。はい、はい、で、カラーもタイプも選べると。はい、カラーもタイプも、在庫あるものの中からでしたら、お選びいただけます。もし迷ったら公式サイトの方でカラーやタイプを見てみてください。そうですね、ポニーテーリングって調べていただくか、WGT813 で検索していただくと、この商品の公式サイト、商品ページが出てくるので、そちらでいっぱい悩んでいただけると嬉しいです。はい、もしも悩みすぎたら、もう小股がつけてたやつとか藤井がつけてたやつで、あ、そうですね、おっしゃっていただけても、はいはい、嬉しいです。はい、23日の23時59分までですね。はい、あさって日曜日までにご連絡お願いします。はい、お願いします。このアカウントをフォローしてくださっていると当選率がちょっと上がるかもしれませんのでちょっと、もしフォローされていない方がいらっしゃいましたら、ぜひこの機会にフォローの方もお願いします。連絡は当選の場合のみですか？いえ、落選してしまった方にもご連絡させていただきます。当選後に選べるんですか？はい、当選後に当選者の方にご連絡した時に、タイプとカラーを選びいただこうかなと思っております。あ、先に言うんじゃなくて？あ、はい、当選者の方にお選びいただこうと思ってます。じゃあまずはもう合言葉を。そうなんです、合言葉だけ2つの合言葉をさえ送っていただければ、はい、応募が完了になります。こちらです、スクショしてください。一回画面共有外します。はい、了解です。はい、合言葉こちらです。はい、この2つを、あさっての23時59分までに DM お願いします。はい、もう見せません。もう見せません。もう見せません。よいしょ。はい、じゃあ最後に後片付けと TikTok ライブ反省会をかけまして皆さんが可愛い真似したいと思った方のアレンジに投票をお願いします。はい、コメントでどっちとか書いてもらえれば、名前でもいいし、こっちの黄色の方とピンクの方って言っていただいてもいいですし。はい、じゃあ今から3分間投票タイムさせていただけますので、投票お願いします。いきます、用意スタート。私がメモしていきます。私に投票してください。なんで今言うんですか？あ、悩みます。負けた方は今から終わってすぐ TikTok で人に、はい、やったー、ありがとうございます。あ、たまちゃんです。たまちゃん来ました。1票ずつですね、今。あ、小股さん、ありがとうございます。黄色の
の方かな。ありがとうございます。黄色の方、やばいやば。黄色の方、駒谷 MG さん、たまちゃん推しカラーに、よっと何票入ったかな。何票ですか、何票入ったかな。あ、カードイエロー、ね、お湯までもいますよ。1,2,3,4,5,6,7,8,8,8,8 1個藤井さん入りました。お湯まで入りました。あ、ジャニオタの駒谷さんで、ありがとうございます。すごい認知が、ジャニオタ、あのすごい、もう偏ってしまって悲しいですよ。私はキスマイオタクです。藤井さん、藤井さんって、藤井さん票入りますよ。皆さん、お呼ばれ部屋もう1票入り、3票入りますよ。おお、何票ですか今。あ、すごいすごい、すごいすごい。4票、5票、あと1分36秒です。 お一人様1票でお願いします。あと1分あと1分30秒お願いします。皆さんお揃いでお呼ばれ部屋しましょう。今何票？20も入った。24票か。24票今入ってます。でももう21人だから、もうほとんど皆さん投票してくれた説ありますね。漏れてないかもちょっと怖いです。今視聴始めた方、ぜひどっちがどっちのアレンジを真似したいか投票してくださいね。お願いします。お願いします。あ、あと1分あります。あ、お呼ばれや。ありがとうございます。いい勝負だ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 。もうどっちも可愛いからなんか複雑ですね。そうですね。どっちのアレンジも吉野さんにしていただいてるんで、後ろ姿二人とも揃ってるところみたいです。見えなくなっちゃいますね。東京が大丈夫です。後で遡れば。はい。はい。映ってますか？見えてますね。スクショ撮ってください誰か。あ、藤井さんもうちょっとこっちに。あ、そうですそうです。はい。スクショ撮ってください。あ、一票黄色の方。いや、黄色の方。いや、はい、可愛い。投票続き。こっから入れてない。お呼ばれ部屋が2票。はい。あ、黄色の方1票。やった。はい。やった。やったやった。あと何分や。あと何分。あ、終わってました。終わってました。投票終了です。私は結果を知ってしまいました。では運命の結果発表タイムです。ドキドキ。発表お願いします。お？あ、10対8で黄色の方の勝利。で、負けました。ありがとうございます。やったー。じゃあちょっと焼いてもろて。ライブぜひぜひ真似してください。真似してください。推しカラーで、はい、ぜひぜひこんな感じでファンサーをちょっともらえるはずなんで。やったー、イエーイ、勝ちました。でも接戦でしたね、本当にいい勝負でした。皆さんいい勝負でした。ありがとうございます。もしかしたら気を使っていただいたのかもしれないすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に迷ったって、ありがとうございます。どっちもあの真似していただけたら嬉しいですね。本当ですね、はい、皆さんイベントも結婚式もあると思うので、はい、はい、どっちも真似してください。はい、じゃあ負けた藤井さんはお掃除後片付けをやっていただいて、一人でやるそうです。ちょっと私はもうパーティーにでも行ってきます。これで夜の街に、上野の街をこれでパーティーに行きますね。で、あともう一つですね、反省会を、はい、このこれをつけて、これをつけて、これ私はこれをここにつけて、このあと一人で TikTok ライブ5分間、はい、あの罰ゲームしますので、そちらもぜひぜひ見に来て応援してください。優しい、どっちも良かったですよ。ありがとうございます。応援いただけると本当に嬉しいです。じゃあ TikTok ライブ何時からやります。25分からやりましょうか。はい、そうですね。じゃあこの後すぐ8時25分、早い？いける？いけます。あ、藤井さんリベンジして。藤井さん優しい、皆さん次こそ負けないように頑張ります。はい、TikTok ありがとうございます。ぜひ見に来てください。はい、TikTok 応援しに来てください。5人1人なの
でちょっと5分後一人でやるので、はい、見に来てください。お願いします。藤井さんも可愛かったです。すいません、ありがとうございます。もうすでにみんなに励ましていただいて励ましていただいてありがとうございます。では TikTok ライブで5分後に、あ、はい、ちょっと待って、なんか告知することあった？あ、そうですね、この、 あのポニーテールリング今ハロウィンセールしてまして、今だったら、15% オフで購入ができるんです。だからさっき1980円って言ったんですけど、それよりももっと安く 15% オフでご購入いただけるので、皆さんもぜひぜひこの機会に、はい、ご購入お願いします。はい、ぜひハロウィンの特集ページなんかもあるので、はい、アクアリオの公式サイトを見てみてください。はい、あ、TikTok 見ます。ポニテリング買います。 ありがとうございます。お掃除姿も見たい。お掃除姿もあのいっぱいここ私の手の先がもう大荒れ状態なんですけれども、それを一人で頑張って片付けます。私はお腹減ったから帰りましょうね。はい、私たちは帰ります。あ、片付けてライブして帰ります。はい、じゃあ4分後に TikTok の方でお会いしましょう。はい、あのストーリーの方に TikTok のアカウント今から載せるので、そちらから飛んでいただけると嬉しいです。はい、お願いします。お願いします。ではさようなら。ありがとうございました。ありがとうございます。ご応募待ってます。切ります。切ります。